バイク雑談広場でございます。はい、いらっしゃいませ、はい、どうぞ、はい、今日のテーマですね、はい、値引き値引き、またすごく繊細な部分を触る気なんですね今日も。まあ、僕はユーザーでもあるバイク屋さん側の立場も知っている人もあってなんですけど、はい、まあ、バイク、まあ、車もそうですけど買ってきた中で、はい、値引きについてうまく伝えられたことがあまりないんですよね。それは値引きをしてほしいという話ですね。そう、その、はい、まあ、かっこよく買いたいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、はい、だから自分からはもちろん言わないんですけど、はい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 、察してくれて、はい、まあ、うまくまとめといたよみたいな感じでやってくれると、はいはいはい、助かるって言い方もなんかちょっとおかしいですけど、はいはいはい、少しはこうお買い得に買いたいっていう気持ちは、うん、人情ですねそれはね、はい、で、まあ、そこはお互い察し合いながら、はい、取ってきてるんですけど、はい、ただまあ周りにはガチガチに言う人もいるので、安くしてくれよってしっかり、はいはいはい、まあ、どうなんだろうとは思うんですけど、はいはい、そこら辺、まあ、実際、うん、いろんなユーザーを見てきてる島田さんから見て、はい、結構あいみつって、まあ、取ったことないんですけど、はい、他の店で見積もり取って、はい、っていうことって結構頻繁に昔はあったんですか。昔は多かったですね。めちゃめちゃありましたね。あるんですか実際。あいみつは全然ありますよ。はい。だそれはその出すタイミングがあって、はい、例えば花からここで見積もり取ってきたのがこれだからっていうふうに言ってくるパターンと、はい、見積もりが出たのを全部一通り終わった後に、いや実は向こうだとこの値段なんだよねっていうパターンもあるんですけど、あ、お客さん。タイミングがまあやっぱ人それぞれあるので、戦略がそれぞれ皆さんあるので、はい。それやっぱどう対応するんですか。まあその時代によってね、やっぱそれぞれ対応って違ったんですよね、うん、でやっぱりその今現段階の話からした方がいいかもしれないですけど、うん、今現状お値引き目的であいみつを持ってきて出されるということは皆無ですね。うーん、もう何年か見てない感じですね、お店的に言えば。であとはぶっちゃけ値引き交渉自体もほぼ皆無ですね。じゃあ仮に値引きお願いしますっていう人がいてボールを投げてくるじゃないですか、はい、そこをこっちがいやいや実はこれ限界なんですって打ち返すじゃないですかっていうリレーが続いたっていうのはもうほぼないですね。そのボールが飛んできて受け取ったとかボールが飛んできて避けたはありますけど、リレーはもうないですよ。でなんでかっていうと現段階では正直もう値引きなんかできないんですよね、うん、いろいろな縛りがあってなかなか難しくて、多分どこのお店でも値引きしてる店って今そうそうお見かけしないんじゃないかと思うんですけど、うん、特に関東圏ではね、良さは分かんないですよ、うん、他県は分かんないですけど関東圏ではまあ奈良くんもご存知の通り今値引きってどうやってやるのってぐらいのレベルになっちゃってるんで、うん、ただ人情としてすごく分かるのも実際なんですよ、うん、例えば我々もじゃあ同じものを買おうと思った時につい安いところを探してしまうのはあるじゃないですか。そうですね。ね、例えばじゃあ私事で大変恐縮にはなるんですけど、はい、私の話をさせていただくと近所にある青葉っていうスーパーはですね、うん、非常にお値段がお安くてですね原付くんも愛用してると、あそこね、そう、はいはい、あそこは例えばソーセージの値段とかすごく安いんですよ、うん、だから別にお値引き的な話は特にものすごい高い値段でのお買い物の話って来るじゃないですか、うん、そんななんか何百円でも気にはなるものなので、うん、それが何十万何百万になればそれは気になるに決まってるので、まあ、気持ちはよくわかるんですけどね、うん、ただ現状現段階ではまああんまりもう現実的ではなくなってきてる。それは多分全メーカーそうだと思いますけど、要は車両が少なくて欲しい方の数の方が多いから、うん、もうお値引きという概念にならないんですよね、うん、っていうところもあるのかなとは思いますけど、はい、まあ、メーカーがそういうふうな形を結構ルール決めを厳しくしてってますよね。もうそういう感じになってますよね、うん、だからもう個展単位でどうこうっていう、融通を聞かせる余裕がないっていう表現が一番いいのかもしれないですね今現段階においては、うん、はい、情報サイト、まあ、ブーバイクとか、はい、あそこら辺のサイトでも、はい、もうプライスが昔は同じ車両の新車なのにこんだけ値段の差があるの10万とかねそんなに値段の差があるの新車なのにっていう状態でしたけど、はい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 、もう今全然変わんないですもんね、うん、そこまで大きくは。そうですね、あとはその安く見えても、うん、結局トータルで見ると同じになるとかね、はいはいはい、うまくそういう表現だけ変えてる感じですよね見てるとね、うん、実際にハーレーだとか、はい、あとルカティとかに関しては、はい、メーカーでそういう価格比較サイトに載せることすら禁止になってるので、はい、おーなるほど、まあ、今国内メーカーとか載ってますけど、はいはい、載せること自体が
できないと。だから今後を見たらそうなるかもしれないですよね、うん、まあそうでしょうね、うん、結局世界中でね、うん、物が足りない状態になっちゃってるの でこれって多分解消しないと思うんですよ、うん、今コロナだからって言うじゃないですか。でも特に人気者に至っては多分今後もこれ解消しないと思います、当分は、うん、いろいろな理由で、まあ、皆さん大体ニュースで見てる理由がほとんどだと思いますけど、なので多分この状況は続くんではないかと。はい、やっぱり少子化、特に日本に関しては少子化が一番大きいのかなと思いますけど、はい、これちょっと話ちょっと戻りますけど、はい、どうぞ。これうまくやってた人ってどうやってやってたんですか、逆にうまく。ああその時代も今はないと思いますけど、はい、まあ、あくまでうちのお店の話をするのであれば、はい、私がもともと所属していたというか、はい、その店で話をするんであれば、うん、まあこれはもう今更だから言ってもいいと思う事項の話に入っていくんですけど、はい、あいみつ来た瞬間売るなでした。もうだから例えばどっかの見積もり持ってくるじゃないですか、うん、そうするとこっちの見積もり作ってくださいってなったらタタタタタって定価で作ってまず出すんですよ、うん、でこっちのお店だとこんだけ安いんですよって言うじゃないですか、うん、じゃあそっちで買ってくださいって言って終わりです、はい、なのであの例えば若干引いてはいましたよ、当時は少し引いてはいたんですけど、現実的にもうそのあいみつという概念が登場した時点で、うん、定価設定にしてデフォルトでこのぐらいは引いてもいいかなっていうところはもちろんあったんですけど、うん、そこをもう出さないっていうんですかね、うん、そういう風な文化でやっていた感じですよね。結局その、そういう方針でしたね、うん、そういう言い方がいいですかね、方針でした。だからあの持ってくるじゃないですか、うん、あの本当にすぐ終わる感じですね、見積もりは、はい、結局そういう人って安くならないと買わないですよ、うん、だったらもう時間がもったいないので断ってしまいましょうっていうのがどうせ引かないからっていう形で、なるほど。結局あれってそのなんで値引きそんなに違うんですかって聞かれるんですけど、当時やっぱりその今より全体的に余裕があったんですね、二輪業界も、うん、まあ、多分分かると思うんですけど、むしろ世の中に余裕があったじゃないですか、うん、だからそういう発想にもなってたと思うんですけど、やっぱライダーの人口もいたしいろいろあったと思うんですけど、ただその逆に言うと買った後、うん、多分分かると思うんですけど、例えばじゃあ10万円安かったらそこってほとんど利益乗っかってないじゃないですか、うん、薄利じゃないですか。でも多倍が通用する時代だったのでたくさん売るじゃないですか。でそれを、どういうふうに世の中がループしてるかっていうと、アフターを見ないんですよ。多分ナラン君知ってると思うんですけど、安く売ってほとんど利益が上がってなかったら、そこに例えば1万円しか利益乗っかってなかったら、アフターサービスなんか見れないじゃないですか。例えば保証がついてますって書くじゃないですか、うん、保証ちゃんとしてましたそういう店ってとか修理ちゃんとやってましたっていうと結局その見ないわけですよ、うん、そこにコストをかけてしまうとその1台が損になってしまうから、うん、その先にあるものってじゃあお客さんが買って保証期間内に故障して、持っていくじゃないですか、安く買ったところに、はい、そうするとそこと大体喧嘩してくるんですよ。もう大体そういうパターンなんですよ、うん、でヤマハに電話するんですよね、あのお宅の販売店どうなってんだとねそうすると分かりましたちゃんとしたとこ紹介しますよっつって回ってくるんですよディーラーに。そうなるとでも保証だからちゃんと見なくちゃいけないから、うん、要はその日常業務プラス保証修理のよそが売った分のところから来るんですよね、うん、だけど販売台数は実はそっちの方が多いんですよ。要は安く売ってるところの方が販売台数が多いもんだからお店がそれで忙しくなるんですよね。そうすると当然店内の空気ってまあ当たり前ですけど悪くなるじゃないですか、うん、なんで自分のところのお客さんを待たして予想をやんなきゃいけないんだとなるんですけど、大体そういう人って聞き分けがないのでもう怒ってるから、安く買って安かろう悪かろうのお店を選んだにもかかわらずメーカーにはもう最短でやれ、俺は通勤に使ってるんだって言うわけですよ、うん、え、スクーターなんかもうほぼみんな通勤だけどみたいなで結局回り回ってそういうお店が忙しくなるじゃないですか、うん、でも販売台数からそっちの店ってメーカーから文句言われないですよ多分、っていうので悪循環をやっていた時代だったので、うん、あのそういうのを全部考えると今の方が絶対いいですよ。そうですね、はい、あの単に時代が進んで洗練されただけで、そういうやり方をしてたところが淘汰されただけなんですよね。淘汰されるにはちゃんと理由があるので淘汰されたっていうのがまあ全ての結論なんですけど、だからやっぱり気持ちはわかるけれど、ここはすごく世の中的にギャップが、奈良君、私があの一切あのどこで物を買う時も値引き交渉しないのは知ってますよねご存知だと思いますけど、はいはい、逆に売りに出す時も一切高く買い取ってくれ的なことをやったりとか、どっか代理取ったりしないともご存知ですよね、うん、
要は商売をしてる方がこの動画を見てたらよくわかる話なんですけど、商売人とそうじゃない普通に働いてらっしゃる方々の間には、超えることのできない大きな隔たりがあるんですよ。これは多分100、200口で説明しても伝わるものではないんですけど、もちろんそうじゃない人もいますよ。ただ一般的には商売人は相手の利益を考えて物を買うんです。物を買うときに相手の利益を考えて物を買う、どれぐらいのお金を落とせばこの人たちは、ちゃんと仕事をしてくれるだろうかっていう概念で動くんですよ。何を買うときにも。大体ね。まあ、すごいつまんないものをスーパーで安く買うっていうのはやりますよ。ただ、一個一個に対して、その、こう、顔と顔を合わせて買う高い買い物のときには、大体基本的にはそういう動きになるんですよ。安くするのも経営努力だけれど、アフターが付きまとうものっていうのは経営努力ができるんですけど、そうじゃないものっていうのは、まあ、投げ売りができるんですけど、そこの境目を見誤って、アフターを見なきゃいけないものを投げ売りしてしまうっていうのが当時はあったことだったんですね。それを世の中が許容してたんですよね。だけどやっぱりその物を売ったり物を買ったりするときには相手の利益を考えなきゃいけないので、商売人というのはそこで逆にそんなに値引き値引きって言わない人がほとんどなんですよね。自分も商売してる人は相手にお金を落とさないといい仕事をしてくれないっていうのを本能的に知ってるので、なので基本的にはそういう流れなんじゃないかなと思うんですけど、これ生意気なようですけど、多分商売してる方はあ、はいはいっていう程度の話だと思うんですけど、多分もしかしたらそうなの本当って思う人もいるかもしれないですけど、別にどっちが正しいって話じゃないですよ。一般の方々がいらっしゃるから商売人が成り立つので、はい。結構、まあ、前になりますけど、はい、アンケートを取る仕事をしてて、バイク屋さんが商談してるところで、はいはい、レッカーサービスのアンケートを取ってる時だったんですよ。商談してて商談が成立した時にその成立した人に対してアンケート、はい、協力してくれればちょっとモビリティ差し上げますよみたいなはいはい、はい、やってた時期があって、はい、まあ、それももう10年ぐらい前になりますけど、はい、こう勝手な傾向ですけど、うん、その時にすごい若い20代ぐらいの人って、はいはい、もうその時点から値引きっていう概念が薄いなっていうふうにすごい思ってて、はい、交渉していく中でそもそもそういう概念が一切ないんですよね。うん、だから話がもうトントンで進んでって、はい、買っていくっていう傾向がありましたけど、はい、最近ってどうなんですかそこら辺で。まあ、これは言うと語弊があるんですよ。はい、すごく誤解されやすい部分なんですけど、うん、ぶっちゃけ若い人の方が頭いいんですよ。これって 100% 全員じゃないですよ。うん、傾向としてはやっぱり、そうなってて、例えば僕よりもどう考えても下の世代の方が生き方が賢いですよ。過去を思い出すと、自分が20歳の時、自分が30歳の時っていうふうにこう見てた時に、どう考えても今の若い人たちの方が頭がいい動きをするんですよね。で、それって時代が進化していってるので当たり前なんですけど、多分自分が20歳の頃と今の20歳の子が並んで話をしたら超恥ずかしいっていうぐらい、それないですか。でも、うん、あるでしょ、はい、でやっぱ洗練されてるなって思うのと、あとはとにかくやっぱりね、年取ると理屈っぽくなるんで、今こう見てもらってる通りなんですよ理屈っぽくなるんでめんどくさいんですよね。やっぱり若い人たちがこれからの時代になっていくんだなっていうのは肌で感じるのと、なるべく足引っ張らないように頑張んなきゃなって思うのとどうやって老化と戦うかって思うのと、自分のね、劣化ですよね。老化というよりは老化っていう言い方をするとなんかあたかも仕方ないもの感出ますけど、結局はその怒られなくなっていくわけじゃないですか、うん、そうするとバカになっていくわけですよだからやっぱり若い人たち洗練されてるんで、まあ、見本にするべきかなと思いますけど、別にその値引き交渉しないことがかっこいいとかすることがかっこ悪いじゃなくて、好きなものにきちんとお金使うんですよみんな。そういうのはやっぱ見てて思うのと、そこにはあんまり変な横島なことを入れないで楽しもうとするのと、安売りしてる人たちも商売人じゃないですか。みんな商売人なんですよね、うん、だから奈良君これ全部わかると思いますけど、安く買えたとして得してねえんすよね結局ある一定の目で見たら。なんかみんな大体考えそうなことって大体もうパターンが決まってくるんで、じゃあ安いところで買おうみたいなね、買うのだけは安いところで整備は自分でやろうとかいろいろ考えて、そうすれば安いところはお得だからみたいな理屈を言ったりするんですけど、まあ結果そうはならないじゃないですか。現実的にはなんだかんだ思いもよらぬことが起こって損するわけじゃないですか。何も言わないで普通に買ってる人って結構なんだかんだ目に見えない得すげえしてんじゃないですか、うん、ってやっぱ思いますよね。一時期もう今結構なくなりましたけど、ヤフーショッピングとかでも新車がすごい、ああはい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 、あそこら辺もそうですけど、はい、まあグーバイクとかもそうですけど、はい、本当に利益に乗っかってなかったんですよね。そうですね、値引き合戦するんで、はいはい、まあ知ってるお店さんでは、はい、まあ、新車売った時の利益を、はい、全部値引いて、はい、
で価格競争に挑んで、はい、まあ、大手には勝てないんですけど、はい、大手に勝つためにってことで、はい、バイクを売ったらマイナス5000円っていう、はい、バイクさん本当に今やってないんですけど、はいはい、本当にあって、でどこでそれ言って平気なの？バットボタンですけどね、はいはい、その方は諸費用とかも含めて、はい、プラス5000円はいはいはい、儲かって、はい、まあ、それ儲かっていっていうのもあれですけど、ね、手間考えたら赤字ですよ、時間も登録もいかなきゃいけないので、ね、はいはいはい、まあ、そういうこと考えたらもう利益ないんですけど、うん、ただやっぱそこで働いてるスタッフの給料はめちゃくちゃ低かったので、うん、結局人が続かなくて、うん、やっぱりそこでしっかりあの利益を取ってない分どこに反映されてるかっつったらやっぱ働いてるスタッフはめちゃくちゃ安く働かされてたの、はあ、長い時間、はあ、まあ、そこら辺も含めて無理がありましたよね、うん、あの値引き合戦はね、合戦の先っていうところで言ったら、うん、